まあ、ですね、今回は、まあ、身近なものを、まあ、武器にするってことで、この、まあ、家庭のどこでも、まあ、使ったことあるのは、サランラップですね。サランラップの、使い終わったこの芯ってね、結構使えるなと思いました。大きさはちょうど尺、約30センチですね。で、まあ重さは、まあ、どうでしょうか。すいません、今測ってみますけども。約40グラムですね。まあ、40グラムで、よく護身の紹介で雑誌を丸めて、まあ、その丸めたやつでこう相手を突いたりとか叩くっていうのがあると思うんですけども、まあ、多分それに匹敵する硬さがあるんじゃないかなと思いました。結構ね、硬いです。で、ある意味こういうのカバンに一つ入れておけば、まあ役に立つ可能性がありますね、こういうのっていうのは。今回ね、改めてそう思いました。実際ね、もしサランラップの芯をね、この捨てる前に亡くなった時に一回手に取っていただくと、結構ね、使えるなと思いました。実際突いたりとか、その場しのぎの、その逃げる時のその有効な、まあ、武器になるなというようにちょっと自分は感じましたね。で、最悪の場合、この何て言うんですかね、突いて相手を突くとか、最悪凶器持ったとこに払うとか、まあ、そういったことね、できるなと思いました。だからね、まあ、意外なものがね、今もう分かってる方ももしかしたら分かってたかもしれないんですけども、まあこの意外なものが結構身近なものでこう武器にできるってことですね。だからサランラップの芯なんかは、まあもしよかったらね、捨てないでちょっと1、2本、まあ、二刀流にもできますしね、取っておいてもいいんじゃないかなって今回思いました。ちょっと自分気になったんで、ちょうどね、捨てようとしてたそのゴミのやつを取って、まあ改めてこう手に取ってみたんですけども、結構使えますね。意外と使えますよ、これ。どうせまたボロボロになってきたらね、捨てればいいだけなんで、1本あっていいんじゃないですかね。これだったら特殊警棒よりもね、軽いですし、陰徳の必要もありませんし、ね、まあ陰徳してもその逆の意味で陰徳の必要にはなるかもしれないですけども、まあ、サランラップの芯はね、意外と使えるなと思いました。もしね、本当かななんて思った方は、一度使い終わったサランラップの芯をね、手に取っていただいて、ちょっとこう軽く叩いてみたりとかすると分かっていただけるんじゃないかなと思います。今日は以上です。どうもありがとうございました。